どうも、ラブミードゥです。あなたの心は満たされているをタロットカードで占いたいと思います。こちらに4枚のカードがあります。この中で気になるカードを1枚だけ選んで決めてください。さあ、決まりましたでしょうか？それではまずこちらのカードから。スタッフのキングのカードが出ました。このカードを選んだ方は何か刺激が欲しくなっているかもしれません。新たな目標を持たないといけない時なのかもしれないですね。次のステップへ進むために、挑戦していくエネルギーが大切で、何かに挑んでいくことをしないと心が満たされないかもしれません。守りに入る時ではないよとカードは言っています。さあ、続いてこちら、ジャスティスのカードが出ました。このカードを選んだ方は、一生懸命誰とでもうまくやろうとバランスを取ろうとしているみたいです。自分の気持ちを押し殺している部分も強いかもしれません。そうですね、この先うまくやっていくためには、もっと知り合いを増やしていくことが重要だと言っています。社交的になって出会いを広げていくことで心が満たされるとカードは言っています。さあ、続いてこちら、戦車のカードが出ました。このカードを選んだ方は、もう今いる環境から抜け出して違う場所で何か自分を試すことが、心を満たす、秘訣だとカードは言っております。転職は無理だとしても、遊ぶ仲間を変えたり、何か習い事などを始めて、違った刺激を受けることが重要なのかもしれないです。または引っ越しをするのに良いタイミング、引っ越しのタイミング、一応そうですね、転職を考えている人はぜひ今行動に移すタイミングだとカードは言っています。攻撃的なスタイルが運気を高めるとカードは言っています。さあ、最後にこちら、節制のカードが出ました。このカードを選んだ方は、そうですね、何か向き合わなければいけないものがあるみたいですよ。自分が我慢していればそれでいいとか、忍耐力はとても強いみたいです。ある意味強引さも重要だとカードは言っています。強引に打って出て、どうなるか、それが心を満たす秘訣だと言っています。強気になったり強引になって何か結果を求めてみてはいかがでしょうか。さあ、最後にこちら、私が手相の本を出しました。3秒でわかる手のひら手相術、手に龍神様が走る、3秒でわかる手相術
と、まあ、あとそうですね、マニアックな手相の知識なども載ってます。他の本には載ってない知識なども載ってます。ぜひ読んで、何か刺激を受けていただけたらなと思います。あと風水の本も出してます。部屋の隅には神様がいる、ラブミールの5分で簡単引き寄せ風水、こちらの方は、部屋の隅を、掃除すると運気が高まるとか、神様別の運勢なども載っています。開運したい方はぜひ読んでみてください。それじゃあまた。